こんにちは、3分講座です。この番組では3分間でいろんな話をしようという番組です。今日はですね、これ、必需品の昨今必需品の消毒剤で気をつけることということで、ね、話したいと思います。あのね、今日の、ニューヨークポストですかに載ってたんですけどもね、これこの記事、これ見る写真がニューヨークポストなんですけど、見えますか？これね、やけどを負ったんですよ。何か言うと、今流行りのこの消毒剤で、塗って、ろうそくをつけようとしたら、なんか、移ってきて、やけどしたと。でね、でこの入れ歯もこの方は爆発したらしいですけども、このね、もう、これうっかりしてて、私もね、今これで気づいたんですけど、そうだ、燃えますよあれは。例えばですね、アルコール 70% が、ウイルスに効くとか言われるんですけども、 70% あるともう燃えますよ。で特にですね、こういう今流行りのこういうですね、こういうのも燃えますよ。だからちょっとやってみたいなと思うんですけども、だからね、こういうのは非常に気をつけた方がいいかなということなんですね。で、ちょっとやってみますけど、これちょっと乗せ、これちょっと吹きかけますね、こうやって。これ、今言ったでしょ？で、これで、今乗せたやつをですね、これ、火をつけてみると、ほら、燃えてるの分かりますか？まあ、燃えるんです。だからまあこの製品はいい、ちゃんとした製品だと思うんですけども、殺菌作用を出そうと思ったらやっぱ燃えるんですね。だからこういうのを、肌に塗ったまま、顔に塗ったまま、手に塗ったまま、濡れたまま、次の火を扱うと移ってしまうという、だから火傷されたんですけども、だからこういうのをね、気をつけてください。だから完全に乾いてから、乾いたのを確かめてから、そういう火を扱う、タバコもそうですね、をしていただけなければ火傷してしまうということですね。だから皆さん、ぜひ気をつけてください。塗ってもいいけども、必要だけども、乾いてから次のことをしようと、揉むなりね、こうあるでしょ。そういうことをしなければ火傷するということなんですね。これは非常に大切です。ということで、今日はですね、この気をつけること、乾いてから次をやってくださいと、火は気をつけてください、燃えますからということです。ということで、またお会いしましょう。さよなら。